はいどうも、ケーバーブイです。25日、阪神ですね、阪急杯の、回目の方を言っておこうかなと思ってます。ちょっとね、声が出にくくて聞こえづらいかもわかんないんですけど、ちょっと回目の方上げようかなと思ってます。まずね、僕が選ぶ一頭、まずはこの昼のデイバロー、まずこれからいきます。で、あともう一頭が、この間もうまいこと走ってたカラクレナイいきますよ。まあ前走ね4着だったんですけど、まあまあ大丈夫かなと、次こそいい競馬してくれるかなと思ってます。でね、ちょっとあんまり今回ちょっと時間ないんで、どうやこうやって喋るのはちょっとできないんですけど、まあ一応今昼のデイバローとカラクレナイ言ってたんですけど、あともう一頭ね気になる馬で買おうかなと思ってるのがディバインコード。まあ今回阪神開幕週というのもあって、結構ね前目の方でも競馬できる馬ですし、でまあ阪神実績もね002と、もう3着も2回来てるんで、まあ全然功績にも大丈夫じゃなんじゃないかなと。で前走もね5着なんですけど、5着メンバーも中のメンバー走ってたメンバーが強い馬相手ばっかりの中の5着なんで、かなり評価できるんじゃないかなと思って、ディバインコードでちょうど岩田騎手ですしねということなんで、この馬も買いますということなんで、昼のデイバローでディバインコードでカラクレナイの3頭もう買います。人気どころのレッドファルクスとか、モズアスコットはもうちょっと今回切ります。あの狙いでいきますということなんで、3頭ボックスの、ワイド500円ずつ1500円ですね、ワイド500円ずついきます。ちょっと簡単なんですけど、申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。また来週もね、ちゃんとした動画、ちょっとね、ここ最近ちょっと時間がなくて、簡単な動画しかできてないんですけど、申し訳ないですけどね、またきっちりとした動画も上げていきたいなと思ってるんで、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録競馬 VV。